ふむふむ、なるほど。え、マッチ、ノートに何書いてるの？何か調べ物ですか？うん、お正月について調べてるんだ。日本ではお正月に何をして過ごすのかなって。なるほど、そうだったんですね。ねえ、アイさんにも見せて。いいよ。今ね、お正月にどんな遊びがあるか調べてたんだけど、すっごく面白いの。遊びにも意味があるんだって。たこ揚げは空を見上げることは健康にいいってことで、健康をお祈りするためだったり、願いを込めたタコを高く上げることで神様に願いが届くって言われてたみたい。他にもね、コマ回しにはお金が回るようにって意味があったり、福笑いには年始から笑顔になって縁起が良くなるからって意味があるんだって。知らなかった。なんとなくお正月といえばって感じはしてたけど、そんな意味があったんだ。今思えば昔ながらの遊びってどれもよく考えられていますよね。カルタや百人一首なんかは子供が遊びながら字やことわざを覚えられるように考案されたって聞いたことがあります。確かに、愛さんもことわざはカルタで結構覚えたな。私もです。犬も歩けば棒に当たるとか、カルタに書いてあるイラストも覚えていますもん。やっぱりみんなお正月はこういう遊びをしてたんだね。ええ、お正月の定番ですから。ねえねえ、遊びの他にもお正月の定番のものってあるの？そうだな、定番といえばお正月飾りの門松とか鏡餅とかもそうだよね。うち毎年玄関に門松飾ってるよ。あ、それさっき調べた中にあった。神聖なお飾りなんだよね。あと鏡餅は飾った後は小さく分けて食べるんだって。鏡開きですね。私の家でもお汁粉にしたりお雑煮にしたりしています。私の家ではもんじゃに入れたりもするよ。あー、そうなんだ。同じお正月の定番でもお家ごとに違うんだね。お家でゆっくり過ごす人もいれば旅行に出かける人もいるっていうし、お正月の楽しみ方っていろいろあるんだね。私はどうやって過ごそうかな。じゃあさ、アイさん家で新年会やらない？新年会？うん、お正月にみんなで集まって美味しいもの食べてワイワイ楽しく過ごすの。わー、それとっても素敵だよ。いいですね、私もぜひ参加したいです。じゃあ決まりだね。年明けはみんなで楽しく新年会だ。おお、お邪魔します。いらっしゃい。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそ。今年もお互い切磋琢磨して頑張りましょう。今日は新年会にお招きありがとう。お正月をみんなと過ごせるなんて嬉しいな。アイさんもだよ。今日は来てくれてありがとね。エマさん、明けましておめでとうございます。ルビーちゃん、明けましておめでとう。今年もよろしくね。わー、ルビーちゃん、今日のお洋服もかわいい。ありがとう。お正月だから振袖もいいなって思ったんだけど、今日はみんなでたくさん遊ぶからお洋服にしたんだ。そっか、お正月は振袖を着ることがあるんだね。うん、
正月にぴったりの縁起のいい柄とか模様とかもあるんだよ。振袖には縁起のいい柄っていうのがあるの？気になっちゃう。ルビーの知ってることでよければ教えるよ。いいの？ルビーちゃん教えて。なんか面白そうな話してるじゃん。アイさんたちも混ぜて。縁起のいい柄ってどんなのがあるの？いっぱいあるよ。ちょっと待ってね。スマホで柄を検索してっと。この鳩の柄には開運昇福や勝負運上昇とかって意味があるし、亀甲柄には長寿や健康って意味があるの。他にも桜門柄には豊かさや物事の始まりなんかの意味があるし、最近だと四つ葉のクローバー柄の着物なんかもあるんだよ。どの柄も綺麗だね。うん、でも柄の意味まで考えたことってなかったかも。アイさんも柄は好みで選ぶことが多いからな。それにしてもルビー詳しいね。ルビーが詳しいのはお姉ちゃんから教わったからなんだ。お姉ちゃん、お着物のことルビーにたくさん教えてくれるから。いいなぁ、私も教わりたい。お姉ちゃん、きっと喜んで教えてくれるよ。うん、今度頼んでみるね。ごめんなさい、お腹が空いちゃって。大丈夫、アイさんもお腹ペコペコだから。もうお昼だし、そろそろみんなでご飯食べよっか。お待たせ。うわ、お鍋だ。はぁ、おいしそう。お出汁のいい香りがたまりませんね。もうこの香りだけでボーノだよ。でしょ。それにしてもニコッチ手際よくてびっくりしちゃったよ。あっという間に作っちゃうんだもん。ふくん、ニコほどのスクールアイドルにもなれば料理くらい簡単よ。さすがニコちゃん。では早速いただきます。ちょっと待った。え、どうして止めるの？ニコちゃん、早くお鍋食べたいよ。今日は新年会よ。ニコが普通のお鍋で終わらせるわけないじゃない。と言いますと？最後の仕上げが残ってるの。行くわよ。あたた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 。わ、かわいい。ニコ特製アルパカみぞれ鍋よ。スクールアイドルたるもの、作るものも可愛くなくっちゃね。すごいよ、ニコちゃん。本物のアルパカさんみたい。うん、ふわふわしてて可愛い。あ、食べる前に写真撮っておこう。なるほどね。大根おろしはいつ使うのかなって思ってたけど、こういうことだったのか。あっという間にこんなものを作ってしまうなんて、さすがニコさん。宇宙ナンバーワンアイドルのニコならこれくらいできて当然よ。それじゃあみんな手を合わせて。いただきます。みぞれのさっぱり感もあってペロッと食べられちゃいましたね。うんうん、ニコッチのお鍋でアイさんもニコニコなんつって。お粗末様でした。みんながあんまりにも美味しそうに食べるからニコもついつい食べ過ぎちゃったわ。
うしたの？あの、実はお正月にちなんでみんなとしたいことがあるんだ。ちょうどお腹もいっぱいになったところだし、どうかな。じゃーん、みんなで可愛いしめ縄を作ろうと思ってしめ縄キットを買ってきたんだ。あ、アイさんこれ知ってる。リボンやドライフラワーとかで飾って手作りできるやつだよね。うん、この前お出かけした時に見つけてね、みんなで作ったら楽しそうだなと思って買ってきたんだ。パッケージのしめ縄の写真、お花で飾り付けしてあってすっごくおしゃれだね。わあ、どのデザインも素敵です。いろんな形があるんですね。この蝶々結びのものとか可愛いです。それに縄の色もピンクとか紺とかいろいろあるし、デザインも和モダンテイストでいいじゃない。締め縄って自分で作れるんだね。私も作ってみたい。喜んでもらえてよかった。じゃあ早速作ってみよう。できたわ。あー、ニコちゃんの締め縄はピンクなんだね。リボンみたいで可愛い。エマのは小さいお花がいっぱいついてるのね。素敵じゃない。せつなさんのも素敵だね。赤いお花がとっても華やか。ありがとうございます。ルビーさんのはピンク色のお花でまとめたんですね。ルビーさんらしくてすごく可愛いです。アイさんのもできた。見て見て、お花とリボンがカラフルだね。これを飾ったら楽しい一年になりそう。サンキュー。花よのは白いお花と稲穂？うん、しめ縄に飾る稲穂には実りの多い一年になりますようにって願いを込めるんだって。それに新年もたくさんの食物が育つようにって意味合いもあるんだ。だから私は今年も美味しいお米がいっぱい食べられますようにって稲穂を編み込んでみたの。花よらしくっていいじゃん。デザインも稲穂がアクセントになってて可愛い。ありがとうみんなと一緒に作れてよかった。こちらこそ初めてのお正月飾りが作れて嬉しい。花よちゃんありがとうね。そうだ、みんなのしめ縄写真に撮ってもいい？構わないわよ。とびっきり可愛く撮ってちょうだい。それと可愛いニコも一緒に撮るニコ。ルビーもいいかな。お姉ちゃんや花丸ちゃんたちに見せたいんだ。じゃあ撮影会をしましょう。せっかく可愛いものが作れましたし。賛成。じゃあみんな自分で作ったしめ縄持って写真撮ろう。じゃあ私のスマホで。あれ、お客さん？あ、来たね。ちょっとみんな待ってて。みんなお待たせ。お帰りなさい。ん？なんか甘い香りが。そう、この甘い香りの正体はね、おしるこだよ。はあ、おいしそう。うん、甘くていい香りですね。さっきお鍋作った時にはキッチンになかったわよね。実はおしるこを届けてもらったんだ。なるほどね。しょっぱいお鍋の後に甘いおしるこって最高じゃない。あー、おしるこ食べてみたかったんだ。アイちゃんありがとう。
記念に写真を撮っておこうっと。このおしるこは美味しいよ。だからみんなに食べてもらいたくて頼んでおいたんだよね。そうなの？うん、実はこれ小さい頃から食べてる近所の大好きなお店のやつなんだ。だからみんなにもこの味を知ってほしくて。そうだったんだね。愛ちゃんの思い出の詰まったおしるこ楽しみだな。このお餅もこんがり焼き目が入ってて美味しそう。早速しみ縄の効果が出ちゃった。ここのお餅すっごく伸びるんだよ。ほら見て見てこれ。このもちもち感と甘さがもう本当に絶品のおしるこなの。おしだけになっちゃって。ほらみんなも温かいうちに食べて食べて。じゃあいただきます。うん、甘々で口の中が幸せ。はい、お餅の柔らかさとあんこの優しい甘さがたまりません。うん、このお餅きっとすっごくいいお米を使ってるよ。どうの、これがおしるこなんだね。心まで温かくなる味だよ。うわ、こんなに美味しいものをたくさん食べられるなんてお正月って感じがするわ。でしょ？おかわりあるからたくさん食べてね。はあ、お腹いっぱい。でもちょっと食べ過ぎちゃったかも。それなら私に任せてください。たくさん食べた後は運動です。私、皆さんと遊びたくて室内で遊べるパーティーゲームを持ってきたんです。あ、それ知ってる。ルーレットの指示で手や足を4色のサークルに置いて倒れないようにするゲームだよね。あ、面白そう。いいじゃない、せっかくだし6人でトーナメント形式で勝負しましょうよ。ではお正月らしく、負けた人には墨で顔に落書きというのはどうでしょうか。先日エマさんとお話しした後、私もお正月について調べてみたんですが、顔に墨を塗るのは本来魔除けのおまじないとしてやっていたんですって。水性の筆ペンで書けば洗えばすぐに落ちるし、興味ある子は落書き OK とかにする。私、書くのも書かれるのもやってみたいな。ではトーナメントの組み合わせを決めましょう。ニコッチ、左手赤。くっ、うぅ、よし、ニコッチクリア。次、セッツ、右足黄色。むむ、えい。せつなさんもクリアだ。決勝戦ともなると白熱した試合展開だね。両者一歩も譲らない意地のぶつかり合い。これぞスクールアイドルだよ。うん、二人の勇姿をちゃんと写真に撮っておかなきゃ。せつな、その体勢かなり辛いんじゃないの？それはニコさんも同じはずです。この勝負、勝ちに行きます。言ってくれるじゃない、ニコだって負けるつもりはないわよ。おお、二人ともバチバチだね。それじゃあアイさんもバッチリ決めるよ。ちょっとダジャレ言ってないで早くルーレット回しなさいよ。こ
この体勢めちゃくちゃきついんだからね。ごめんごめん。じゃあ行くよ。それ。ニコッチ右手青。くっ。ぬぬぬ。おりゃ。おお、ニコッチクリア。じゃあ次セッツ。左足緑。くっ。かなりリスキーですが、ここでリタイアという選択肢はありません。やっ、あ、バランスが、やあ、え、ちょっ、うー、悔しいです。あとちょっと、あとちょっとだったのに。それでも負けは負けよ。刹那の顔に墨で落書きしてあげるわ。ま、ニコはあそこまで追い込んだんだから褒められたものよ。次こそは私が勝ちます。望むところよ。いつでも相手してあげるわ。墨で書く。あ、そう、これが炭の香り。書き初め、緊張するけど頑張って書こう。今年の抱負、私の決意、ここになりたい自分を書くの。できた。今年の抱負書けたよ。お疲れ、エマッチ。じゃあみんなで書き初めの見せ合いっこしようか。じゃ、まずは私から。うん、ニコの今年の抱負は、大銀河宇宙ナンバーワンアイドルとしてもっとみんなを笑顔にする。だからニコは今年もいっぱい笑顔になるニコ。いいですね。私の抱負は世界中にもっと大好きを届けるです。スクールアイドルとして過ごしていると大好きの気持ちが溢れて止まりません。今年も溢れる大好きの気持ちをみんなに伝えたいです。ルビーの抱負はもっと体力をつけてもっと完璧なパフォーマンスをすること。練習するにもライブでいいパフォーマンスをするにも体力がないとダメだから、スタミナをつけてお姉ちゃんみたいなスクールアイドルに少しでも近づきたい。私の抱負はスクールアイドルの素晴らしさをもっと知っていく。他のスクールアイドルを見るのもそうだけど、自分自身の活動を通してもっともっとスクールアイドルの魅力を知っていきたいな。私の抱負はみんなを手上げにして楽しいの輪をもっと広げる。みんなにも私と一緒に楽しいって思ってもらいたいな。私の抱負はみんなを癒すスクールアイドルになりたい。みんなの心を優しくほぐして元気にしてあげたいの。エマならもうその抱負達成してる気がするけど。ええ、エマさんのライブを見ると心がほっとしますからね。そう言ってもらえると嬉しいな。でももっとみんなに癒しや安心を届けられるスクールアイドルになりたいんだ。さらなる高みを目指すって感じだね。うん、もっともっとみんなを癒してあげたい。そうだ、みんなで書いた書き初め、写真に撮ってもいいかな。いいよ。っていうか、エマッチ、今日いつもより写真いっぱい撮ってるね。実は、スイスにいる家族に日本でお正月をとっても楽しく過ごしてるよっていうのを伝えたくて写真を撮ってたの。そうだったんだ。確かにエマさんの楽しそうな写真を見たら
スイスにいるご家族も安心できますね。じゃあ楽しい写真もっといっぱい撮らないと。他に何か撮りたい写真はある？撮りたい写真、あ、それじゃあ写真館に記念撮影しに行かない？舞ちゃんに写真の練習相手になってほしいからいつでも来てって言われてるの。お正月だし、みんなで振袖を着て写真を撮りたいな。うわ、写真館で記念撮影やってみたい。私もルビーちゃんから縁起のいい柄を教えてもらったし、今回はそれで振袖を選んでみたいな。新年会はまだまだ続くですね。うん、今年も